待って、今日は25だから、26、27、28、29、31、2、よし。コキンさん、ハートありがとう。いっちゃんお疲れありがとう。こんばんは皆さん。ふくちゃんお使いにくありがとう。どうもどうもどうも、パスちゃんです。ヨシさん、レインボースターありがとう。フラペチーノさん、かわいいありがとう。大吉さん、かわいい。カメさん、お疲れにこ、ありがとう。皆さん、お疲れ様です。月曜日頑張れましたか？頑張れた？おみかんさん、かわいい、ありがとう。頑張れなかった？私はソラハさんとウォーキングをいたしました。めっちゃいっぱい歩けた。その分食べた。ゆうたくん、お断りかける10です。ハートはもう10個ありがとう。ちょっと声ガサガサだ。めっちゃ声ガサガサ。昨日一昨日めっちゃ喋ってたりしたからかな。乾燥してますね。わー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 。クロさん、お疲れありがとう。さあ、ヘタレたちをつつつ頑張れと。ちょんちょんちょ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 。りんたろうさん、風船ありがとう。最近ソラハさんと毎日一緒いるねってサラピにも言われたんですけど、サラピじゃない、ソラハさんが5周年終わったらもう東京に舞台で行っちゃうので、だから今のうちに、もう今しかないんですよ、一緒にいれる時間が。次5周年終わったらもう6月にしか出かけたりできないので、5月はもうずっと出かけられないから、だから今のうちに会ってます。ソラハさんをね、こう、何、ソラハさんダメしてる、買いだめみたいな感じ。ソラハさんダメの期間です、ただいま。寂しくなるな。今日さ、なんか、うちら付き合ってるみたいだねみたいな言われたから、付き合ってますよねって言ったら、なんか、えみたいな反応だった。え、ご飯は付き合ってるけどみたいな、買い物も付き合ってるけどねみたいな言われたので、付き合ってなかったみたいです。悲しいことに付き合ってませんでした、私たちは。ピョラハさん、そう、舞台行きたいねってアイコと言ってるんですよ。なんかアイコのこの前の舞台の方々がソラハさんの舞台にも出るらしく、そう、メンバーがなんかほとんど同じ方というか、同じ方もいらっしゃるみたいで、だからアイコも行きたいと言ってて、一緒に行きたいねって話をしてるんだけども、だけども皆さんご存知の通り、スケジュールはですね、前日にしか分かりませんので、こちら前日にしかスケジュールが分からない中でやっておりますので、ちょっと分かりません、いけるかどうかは。ジーナイさん、お疲れありがとう。だけどもそうですね、だからソラハさんがおらん間はちょっと寂しくなりますな。マネージャーさんもスケジュール分からんのよ。スケジューラーさんがもう分からんし、休みと思っても前の日に、直前に、明日は撮影がありますとか収録がありますって入ることもあるので、だからまだ未定です。シェンさん、花束ありがとう。そう、沖さんとね、アイス食べに行きたいって言ってるんですけど、私はずっと、実現するのかどうか。今日沖さんは名古屋におります。私のお父さんの方が沖さんの身近にいる。今日はお父さん今日はね、 STU チャンネルと SKE さんのね、コラボでまたまた行ってて、前回はみほりんが行ってたんですけど、今回はアーナとかアイコが行ってます。おります。いいな、私も行きたい。
アーナ今日なんかアーナが今日レッスンだったんですよ。私レッスンがあってリバーウォークので、レッスン前にすっぴんのアーナが入ってきたんですね。なんか集合場所がレッスン場やったみたいで、今日アーナが来て、あアーナだと思ってじーって見てたら「川村です」って言われた。いや、すっぴんでも分かるよと思って 多分私が誰か分からなくて見てると思ったのか分かんないけど「川又です」って言われて 知ってます、分かります、もう2年半すっぴん見てきてるから知っております、川又です、いや私も尾崎です そうなんですよ 眼鏡してたからね今日。だから帽子かぶって眼鏡だったから、もしかして分かんないと思えたのかな、マスク眼鏡帽子だったからかな。自己紹介されました 小島は普通に、小島は今日レッスンがあってた、小島もレッスンしてましたよ私たちの前に。ふん、愛子も北九出ないのって 愛子も福岡出身じゃん出ないのって言ったら出ないよって言われました。今日はねリバーウォークの29日にリバーウォークで無料のミニライブがあるんですけど、そのレッスンが今日初めてあったんですね。そしたらさ、メンバーがすっごい新鮮なんですよ。ほのたんさん、そらはさん、みほちゃん、さやかりん、ぱんちゃん、パセなんですね。だからさ、マイカ4人なんよ。でさやかりんとぱんちゃんだから、さやかりんとぱんちゃんがさマイカの中にいるっていう見方もあるし、9周目4人の中に先輩2人がいるっていう見方もあるから、すっごい謎めんというか珍しい、もう今後なさそうなメンバーなので、ちょっと今日も新鮮でしたね。ちょっと瀬取りを覚えるのがねこんがらがりますね。この前のボアバンビさんのツーマンライブの時の瀬取りとかもあったし、いろいろ頭がちょっとこんがらがると思うので整理をしておりました。今まで5周年もあるし、そうなんですよ、メンバーが珍しい感じで楽しみだな。でもね、リバーウォークっていうのがキャナルシティ、分かる方分かるかな、キャナルシティみたいな、キャナルシティの建築家の方を設計した方と同じ方みたいで、作りがなんか似てるんですね。真ん中にこうあって上からこう見れるみたいな、建物のなんかこうとこからこう丸くなってて、ここにステージがあって上からも見れるみたいな感じなんですけど、その日がめっちゃ雨なんよ。100%雨なんですよ、北九の天気予報が 天気予報雨かーいと思って、一応屋根はあるけど野外みたいな、屋根ありだけど野外みたいな感じの場所なので、そう雨100%なんです。ちょっとねえ、若干濡れるかもしれないって言われましたマネージャーさんに。でも屋根はあるみたいな、そう雨なのよ、やっぱ雨女さやかりんかな、カエルだし カエルキャラだからさやかりんかな。そう100%だからてるてる坊主を作りたいけど、でも28は広島もずっと雨なんですよ今週、でも28だけ晴れなんよ、やけんさちょっとずれて29晴れにならんかなって思って、たまにあるじゃないですか雨でも晴れの時、やけんさライブ中だけでも晴れてくれんかなと思っとるんやけど、ちょっと厳しいかね。だってせっかくファンの方も見に来てくださるのにさ、雨やったらね、雨の音とかで聞き取りづらかったりするかもしれんからさ、晴れてほしいですな。もう ちょっとね、どんな感じのミニライブになるか、しかも2部あるからね。そう今日が月曜日じゃん、来週なんですよ5周年。
びっくり、来週の火曜日、火曜日じゃない 1,2 月曜、水曜日火曜日でした。火曜日ということはもう明日で1週間だから、明日からちょっと食事の管理の方をしっかりとしていこうと思います。黒さん、紫トイプードル、ありがとう。火曜日か。わおわおわおわわお。なんかお話し会で結構あのお話し会の時にね、どっかなんか観光とかするんですかって聞いたら、結構みんな前の日とか翌日に宮島か尾道に行こうと思ってるよって方がめちゃめちゃいて、でパセリレーンだけでめちゃめちゃいたからさ、もしかしたらさもう STU ファンだらけかもしれん、宮島と尾道宮島尾道倉敷あたり多分 STU ファンが、あとゴールデンウィークだから普通に家族旅行とかでも多そうなので、ちょっと宮島のフェリーみんなあれかな、大丈夫乗れるかなそうみんななんか観光してくるよって言ってました。ファー、倉敷はね、もうパセリは倉敷食べ過ぎてますね。びっくりしたでしょ今日ツイート見て、えパセリまだ隠し持ってたのって思ったでしょパセリえまだ食べてた、こんなにもう倉敷編終わりじゃないの、まだ倉敷編のツイート続いていたって思ったでしょ。もうね、まあ、でもあと1個ぐらいかな、ある多分みんながさあの広島観光とかしてたら隣の人とかファッて見たらチェキとかでこうアクスタとかで撮ってるかもしれないね、友達になれるかもね。食べ過ぎだよね、でも謎に体重は減ってるんですよ体重減ってるんよ、どんどんちゃんとねメリハリつけたらちゃんと減ってました。でもちょっと今日はねソラハさんとハンバーガー食べちゃって、ソラハさんが本当にさ5月からもうあのお稽古に行っちゃうので、都会の女になっちゃうから出かけられないんですよ、ソラハさんの舞台が6月に終わるまで。だから今日はずっと行きたかったあれに行きました、バーガーキングに行った、行ったことなくて行ってみたかったんですよ、で行ってもらった一緒にハンバーガー食べた、チーズワッパージュニアみたいなやつ食べました、美味しかったです、初めて食べた。ゆうきにはハートありがとう、美味しかったです。本通りにあるじゃないですか、で気になっててずっとメンバーが美味しいって言ってて気になってたけど、いつも私さ塩分を気にするからちょっとハンバーガー怖いなと思ってたけど、ちょっと今日はレッスン終わりでお腹空きすぎて食べに行ってきました、美味しかったですよ、とっても写真撮ったけど自撮りはしてない、今日すっぴんだったかレッスン終わりで行ったからすっぴんで行ったので自撮りはしなかった。明日むくんでも大丈夫、もう5周年までむくんでも多分レッスンとかがあるからいっぱい踊るから多分大丈夫です。明日から塩分を控えていく、控えていく、さばいていく。ふくちゃんハートありがとう、マンブランさんハートありがとう、こんばんは。今ね冷えピタを首の後ろに当てるんですけど、もうぬるくなっちゃった、匂いが冷えピタの香り、冷えピタの香りがします。全然体調悪いわけじゃないんですけど、ただなんかひんやりしたかったから貼りました。
でもこれラス1なんですよ。しかも期限が去年の夏なんですずっと冷蔵庫で冷やしてたから、あ、ひんやりできると思って貼っただけ。体調は全然元気、めちゃめちゃ元気です。うるさいぐらい元気だよ。もうなんかさ、普段マイカーのレッスンで慣れてるからさ、今日なんか今日のリバーウォークのレッスン絶対温度差があった。多分さ、パンちゃんとかサーカリンが普段いるユニットとかは静かなんですよ、絶対に楽屋とかが。でもさ、マイカーの楽屋はもううるさいのが普通だから、多分マイカーのうるさい、マイカーのうるさくない時で、ここぐらいにあのチャートリとかスタジオの普通って感じ。マイカーがうるさい時、マイカーが普通の時、マイカーがうるさくない時、他のグループの普通の時みたいな感じで、マイカーはもうさ、うるさいのがもう当たり前なので。でも今日リコちゃんいなかったけどさ、なんかでもなんかマイカーのテンションだから、パンちゃんとかも今日すっごい静かだったんですよそう、高崎彩子といる時のパンちゃんめちゃめちゃ喋るけどさ、先輩とかといる時のパンちゃんはあの人見知りモードというか静かモードちゃんだから、そう寂しかったです。普段の元気なパンちゃんじゃなを見れなくてそう、猫ちゃんパンちゃんでした。そうなんですよ。だから29日の楽屋がちょっとドキドキですね。どんな感じになるんやろうか。とか29日やばいよね。梅田彩香さんがいらっしゃるんだよ。やばいよ。私テレビとかでさ、あとミュージックビデオとかで散々見てきた。もうさ、もう穴が開くほどいっぱい見てきた。あの画面越しにいっぱいお顔見てきたのに、ご本人とお会いできるなんてもうさ、うん嬉しすぎる。そう、抱きしめちゃってね、センター、もうずっと見てきたさ、10年以上見てる方とお会いするのよ。でもあれなんよ、池田たちは AKB さんと同じイベントに出るんよ。あのクロちゃんさんのね、クロちゃんさんのイベントに出るじゃないですか、池田。だからゆきりんさんとかも出るし、わお、いいなぁ。そう、クロフェス AKB さんもね出るから、ゆきりんさんも出るんですよ。クロフェス、パセフェス、さよなら言えなくなるか。パセリと水族館マジで狙ってる。駒田さんがさ当選したらもう私の方がファンになっちゃうよどうする、緊張しちゃうよ。だって推しメンと宮島水族館やばいよ。推しメン2人、おしめ二人が宮島のさ、宮島にパセリとおしめ二人が同じ空間にいるってことじゃないですか。やば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 。あ、だからそうだよ、パセリのためのスペイベになっちゃうから、私もちゃんと身分証とか持っていかなきゃ参加側、もしかしたらこの前のショールームみたいにこうふんってすんって猫かぶっちゃうかもしれない。見窓してます、伝言ありますか、宮島水族館当ててください宮島水族館待ってます、待ち合わせ。でもみんなも当ててください。もう全員来てください。今配信見てる842人の方、ぜひぜひ宮島水族館に来てください。当選者4名です。クロさん、タコありがとう。
パッセパッセ、何着ていこうかね。だってなんか服装難しくないですか。6月やったっけ、6月の11日やろ。どんな服着てったらいいちゃろうね。だって梅雨じゃないですか、やけんジメジメしとるやん。でも暑いじゃん。でも肌寒いかもしれんやん、室内やけん。上着とかカーディガンとかいる？夏服？何がいいかな。でもなんか昨日リコちゃんがさ、なんかセーラー服とかでみんなで修学旅行みたいにするのいいねとか言い始めて、確かにと思ったんですよ。確かに確かに。なぎさん、かわいい、ありがとう。紙ひきれの卒業証書なんか、これから先の人生で役に立つものか。マイカ公演したいな。楽しい、マイカ公演。マイカ公演、私が出るの次いつだろう。そもそも予定が、スケジュールがないけどね、公演の。安部さん、赤トイプードルありがとう。青トイプードルもありがとう。赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ。安藤安治さん、ハートギフトありがとう。5月公演あるんかいね、どうだろう。メンバーも知らないんですよ。というかメンバーが知るのはファンの皆さんと同じタイミングなんですよ。大体みんなに公式出る前日とかにメンバーにも来るから、分からんの、分からんのよ。5周年なんかサプライズあるんかな、ないかな。ロンさん、風船ありがとう。なんだろうね、人差し指空に向けて。そう、ゴールデンウィークがすっごい STU のフェスとかがもうすっごいいろいろあって、でフラワーフェスティバルもあるじゃないですかね、5月4日に。こんばんは。そう、あのニューウェーブの子たちのねお披露目もあるのでね、発表されてるからね。なんか珍しいよね、お披露目がありますって発表されて、しかも8枚目シングルやりますとかもう全部言われてるからさ、ファンの皆さんはやるんだろうなって来るじゃないですか。あ、やったなって見ても、あ、やった、あ、予告通りだなって思うね。おおじゃないのね、あ、おおみたいな。いろいろあるね。ツアーしたいよね。去年楽しかったもん、いっぱいいっぱい行けて。でもさ、香川と愛媛と岡山行けんかった。行きたいですな。楽しみだね、あと1週間。あの子たち何期生なんでしょうね、わかんないんですよ。たまにこうあのお仕事に行ったらたまにこう会うんですけど、すごいみんな礼儀正しくって、そうめちゃくちゃこう、あ、お疲れ様ですみたいなすごい言ってくれます。ひやあすみさん、バラ10個ありがとう。あずみちゃんがめちゃめちゃ礼儀正しいんよ。すっごい丁寧にいつも自己紹介してくれます。岡田あずみと言いますみたいな。いつも言ってくれますね。そう、うなちゃんのお友達です。うなちゃんの元チームメイトですね。そう、ちょっと目が乾燥しちゃう。いや、アーナも自己紹介してくれましたよ。川又ですって。了解してくれたけど、礼儀正しいですね、アーナも。
一緒に練習とかはしてないかな。してないですね。ちょっとすれ違ったりする程度ですね。まだだって私たちがね2期生が入った頃とかは先輩と一切会わないようにされてたんです。レッスン時間も絶対ずらされてて、あの計画的に会わないようにずっとなってて、で初めて会ったのが加入してから2、3ヶ月経ってからでした。舞浜のリハでやっとこう会えたぐらいだったんです。最初に1回入ったすぐに1回ご挨拶をして、そこからは本当にすれ違ったりもできないようなになってて、ずっと会わなくて、なかなかそう先輩となんか話せたってショールームでコメントが来ても、いや会ってないから何も話してないですって毎回言ってたくらい、連絡先とか交換したのって言われても連絡先交換できないんですって、そう禁止なんですって言ってた、ずっと秋ぐらいまで。だからみんなにさ、ちゃんとなんかお決まりさんと話さないとダメだよとか言われてもさ、そもそも会わないから話さないとか話すとかそういうあれじゃなかったんですよ最初。そうです、そうなんです、そう、それでこじらせたんですよ私は。こじらせ原因それです。そうなんですよ、だから舞浜の時に初めてお話ししました。2月の末かな。そうなんよ、逃げ回ってた頃。でもその時まだコロナとかじゃなかったよ、流行ってなかったですよ。クロさんアイスありがとう。さあヘタレたちをつつつ頑張れ、ぴょんぴょんぴょん、チュ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 、頑張れって言葉つつ、これ以上言いたくない、だって君は十分頑張っていること知っているから、そこそこでいいんじゃない、向きになることない、上下上下下下、ジョー君ハットありがとう。振り付けぜひね、ヘタレたちを覚えてください。くる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 とかあるので、あのメンバーの振りとは違うファンの方専用の振り付けがねあるんですよ、ペンライトでできるやつ。ちゃ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 みたいな、くる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 。ふくちゃんかわいい肉ありがとう。そう四国がねツアーとかでこう講座、振り解説講座みたいなのを毎回してました。ねヘタレはね、ヘタレは私今2ポジ分、6人バージョンはチカッパの時のやつと、あとマイカーでやってるとこのできるんですけど、暗闇ね多分6人バージョン4つぐらいやってるんですよ。なんか4つぐらいしてるから、もうどこがどの振りだったかをちょっとさ、振りがポジションごとに変わるから、じゃあ今回はここのポジションですって言われて、うわどうだったっけってなって、めっちゃ動画とか見返すですよ毎回。解説動画はね上がってますよ公式で、ココアさんとかのやつ。ちちちち緑のペンライトって、そうこんがらがる。もう今頭がパンクしそうだからね、今紙に A4 の用紙に私全部書き出すんですよ。
あの大きいコンサートの時とかは全曲の立ち位置を全部バーって書くんやけど、もう今回はさ、ステージが大きいけん、もう立ち位置とかもいっぱいあって、だからいっぱい今書き直してる途中です。こんばんは。だけど変わってみたくなる、そう、これをきっかけに。楽しみだってさ、今はこうやって準備してるけどさ、覚えたりとか、もうその日が終わったらこの覚えたやつももう、もう今後一回もやることなく終わるじゃないですか。それが毎回寂しいんですよ。なんかさ、リハとかもメンバーみんな、先輩とか2期がみんな揃うこともなかなか、コンサート前とかしかないから、そうやってみんなで朝から晩までレッスン場にこもって練習してるのに、そのコンサートが終わった次の日からもうなくなるじゃないですか、毎回毎回。それが寂しいんです、いつも。あ、明日からもうないのかと思って、レッスンないのかってなって、すっごい寂しいから。そうだから、コンサート早く来てほしいけど来てほしくないと思いながらいつも過ごしてる。そうなんです。でも楽しみ、楽しみだけどドキドキですね。凛太郎さん、だるまありがとう。そうなのよ、もういっぱいしたいね。でも楽しみですね、リハ。でもソウハさん、ソウハさんがさ、5周年終わったらもういなくなっちゃうじゃないですか、舞台で広島から。それが寂しいです、私は。シャボーン、シャボーン、シャボーン。シャボシャボシャボン、シャボシャボン。こんばんは。そう、終わると寂しい。そうなんですよ、いつも出かけてくれるのさ、ソラハさん、ソラハさんだから。誰に引っ付く予定なの？誰にしようかな誰にしましょうかね。でもアイコ、アイコ、アイコと遊びに行きたいですね。ご飯行きたい。二人でご飯行ったことない気がする。ないかも。二人出かけたことないかも、アイコと意外と。入ってすぐ自粛だったからずっと行ってなくて、行こうね行こうねって言って1年経ったので、今ないですね、あいこと出かけたことだから。行きたいですね。山口さん、風船ありがとう。20風船。山猫坊主さん、風船10個ありがとう。徳島のひーくん、タンポポありがとう。あいこ、あいこ、あいこ。ポキパセ？なんかポキパセのさ、画像をこの前ツイートしたら、なんかみんなさ、呼び方ポキパセが浸透してなさすぎて、なんかポセリとかめっちゃなんか自由に呼んでますよね。ポキパセだよ、もう決まったじゃないですか、イモースでポキパセに。そう、もうみんな、なんか何だった、ポキポセリ、あと何だったかな、オキパセとかパセポとか。ポキパセだよ、浸透しないねってずっと言ってます、私たちも浸透しないねって本人たちも言ってるけども、みんなポキパセです。パセポ電車乗れそう、確かに確かにね、あの交通系 IC カードみたいな名前ですけども、ポキパセはでも沖さんがつけてくれたからね、イモースで。ひであすみさん、風船ありがとう。ポキパセ、ちほさんとならぬせり、ね、やばい、ぬせりよ。
じゃあ千穂さんとポセはぬぬぱぬぱです。超ダサいぬぱ絶対かぶんないけど、なんかたまにかぶるじゃん他のさあグループさんのコンビ名とかと、だからぬぱ。パヌ、え、あれみたい、なんかあったやんそういうの、え、なんだっけパヌみたいな、違う、なんかあったよね、あれなんだっけ、え、あのさ、あのムーミンみたいな見た目のさ、あ、バムだそれ、バムとケロだわ、全然違った全然違いました。え、バムってなんでわかったの、私が言いたいやつ、すごいね、以心伝心じゃん。ハトシンさん、ハトありがとう。バムとケロのさ本がすごい好きだったんです私。今広島美術館でね、あのあれやっとるやん、こぐまちゃんみたいな、こぐまちゃんと白くまくんみたいなやつのやつがやってて、あの展示会みたいな、それでホットケーキが売ってあるんですよ、めっちゃ可愛いのよあれ。お疲れさん、お疲れ様、今日も頑張ったかい。そう、5月の中旬ぐらいまでやっとる、あのね、クマの絵本のキャラクターみたいなやつ。なっちゃんが言ってました、多分なっちゃんの SNS 見たら載ってると思う。こんばんは。あとはね、私何が好きかな、絵本、バムとケロめっちゃ好きですね。もうちっちゃい頃から読んでたし、学童保育でずっと読んでたから、バムとケロはすごい好き。でもグリとグラも読んでましたねバムとケロかわいいよね。あのバムとケロのさ、バムとケロじゃない、もう一個なんかちっちゃいさおるやん、あのキャラクターたち、あれ、ああいうのが好き私。サンリオとかでもマイメロディーとかも好きだけど、マイメロディーとかのそばにいる動物たちみたいな、愉快な仲間たちみたいな子たちがすごい好きで、どのキャラクターとかでもさ、そういうなんか仲間たちが好きだったりするんですよ。ミッフィーでもこのボリス好きだしさ、アヒルのカイちゃん好きですよ、バムとケロ。こんばんは。そう、あ、そうそう、シナモン、そうそうそう、そういうの好き、シナモンが持ってるクマのぬいぐるみみたいなやつも好きです。ああいうのが好き、かわいい、シンプルじゃないですか顔の作りが、そういうの好きですね私分かりやすいと思う、好きなキャラクターがミッフィー系列とサンリオ系列だから、こう原色とかじゃなく、なんかほわっとしたほんわかしたキャラクターが好きです。わー、久々に見たくなったね、バムとケロ。学童保育、学童保育ってまだあるんかな、私が行ってたところ、元気かなみんな、元気だといいな。イラクマもあのコリラクマとか、あのあとあのコグマちゃんみたいないるじゃないですか、名前ちょっと分からんけど、アーナが好きなやつ、私もああいうの好き。こんばんは、ポンポンプリン。小1から小6まで行ってました、学童保育、学校終わってお母さんがお仕事の人が行く場所だからずっと行ってました。から私放課後とかに友達と遊んだことが本当になくて、ずっと学童保育だったんですよ。学童保育であの一緒にいる子たちと遊んでました。だから学校終わって校門集合とかはなかったですね。家の鍵とかも、家の鍵をさこうストラップでぶら下げてる子たちにすっごい憧れがあったんですよ。だから月曜日が習字教室の日で、習字の日だけは鍵を持っていけたんですね学校に。だからその日がめちゃくちゃ嬉しかったの私は。
よっしゃ今日数字だから鍵持ってけると思って憧れてました。こんばんは。あ、茶色い子グマっていうのか、あの子、そう、なんかここにふわふわがついてるやつ、白のああいうのがね好きですな。こんばんは。パグドフェクはね、もうずっとけん玉ばっかりしてました。6年間けん玉と一輪車で過ごしてきたから、けん玉か一輪車かコナンの漫画を最初から、コナンの漫画があったんよ学童に。でもあのそういう漫画って寄付なんですね。あの学童保育にいる子たちのお母さんが読んでたけどもういらなくなったからこう再利用みたいな感じで寄付してくれた漫画がいっぱいあったから、途中までしかなかったのね、ずっと。でずっとずっと最初から1話から読んで途中までのやつ読んで、もう全部制覇するからまた最初から読んでってそう。でも私のお母さんは、私が小学校ぐらいの時まではコナンの新刊が出るたびに買ってたんですよ漫画。でもさ、もうコナンっていっぱい出るじゃん、だからだんだんお母さんも追い切れなくなって途中からもう終えてないんだけど、そう、実は私もちっちゃい頃からコナンで育った。お母さんがねいっぱい持ってました漫画。お母さん漫画好きだったからいろいろあった漫画。え、スイミングの子たちとかすっごい憧れてた私。あと私がバスケ部に入ったのが小5 の、 あの冬1月とかだったんですけど、それまでバスケ部の子たちが学校から帰ってきて、であのポカリスエットのさ青いやつありやん、あの透明の蓋がピョンってついてる、あのなんか飲み口がこう歯でイッてやったらこう出てくるタイプのさ、あれにあれを持参して学童保育で粉、アクエリの粉とか入れて、それで水を入れてさ薄めてさ作ってるのに憧れてたんです。私はずっといいなと思って、いいないいな。スイミー、僕が目になろうのスイミー、そう、あれに憧れてた私は、粉のやつ。でもね結局バスケ部入っても粉を作ったことなくて、いつも麦茶でしたいつも麦茶を水筒に持ってってたんですけど、その頃の私は水筒が怖かったからさ、もう結構私この STU 入ってから何回も言ってるけど本当に水筒恐怖症だったんですよ。水筒の水は一気飲みしなきゃいけないっていう謎の脅迫概念みたいなのがあって、そう、なんかすっごい怖くてね、水がお茶とか水を水道で飲むの怖くて、未だにちょっと怖いんですけど、そこが深いグラスとか見ると怖いのでストローでしか飲めないんですよ怖いのよ。多分部活とかですっごい大きい、もうこんなさ横も縦も大きい、あのわかる、あれで飲んでたから2リットルとかのやつ、それで怖くなっちゃって、なんかさこう飲んでるとさガバガバガバって入ってきてさ、こううーってなるじゃん窒息しそうになるじゃん、あれが怖くてずっと。そうなんです。だから一時期は学生の頃とか中学校ぐらいまではシャワーとかも怖かった。お風呂入る時もお風呂のドアを開けとかないと怖くてはっはっってなってました。過呼吸みたいになってた怖かったんですよね。ペットボトルも怖かったですよ。今はだいぶ克服しました、だから大丈夫なんですけど、とね、怖い時期があった。こう水道で手を洗うのも怖かった時がありました謎の恐怖症だったんですよ。水道、え、そう、前世占いしたいんですよね。木炭かな私の前世なんだろうね。雨はね、雨はもともとそんな好きくないから、ジメジメして、あの学校のさ廊下が雨で降る、なんか雨のさ黒ずんだあの
シューズの裏面みたいなのがいっぱいこうバババッとある感じが苦手で、もう昔からダメですね。あの、わかる？シューズの裏面のあのデコポコがこう黒くバンバンバンって廊下にいっぱい足跡になるやつが嫌なのよ。嫌なんですよ。もうあれはね。あと私が嫌いな理由、雨が嫌いな理由がもう一個あって、あのコンクリートの香り コンクリートの香り、あともう一個ある、あの学校の廊下の薄暗さとあの電気の感じがちょっと怖かった。黄色い蛍光灯、ちょっとさ黄みがかった蛍光灯のあの薄暗い感じとかが怖かったから。そう、そうなんですよ。アイドルってお水にストローついてるんです。それがめっちゃ嬉しい。憧れてました。メイキングとかでさ、アイドルさんたちがこう名前が書いてるキャップにさ穴が開いてるやつあるじゃん。あれがすごい憧れとって、めちゃイケで、めちゃイケでさ、矢部さんが AKB さんの握手会の裏側の潜入みたいなしてる時に、その蓋に穴を開けてそこにストローを刺して飲むやつがあったんですよ。それがすごいいいなと思ってたんですね。で初めてあの STU 入って公演出た時にそれがあって、うわアイドルだと思いました。アイドルってなった。そう、多分リップが取れないようにするのと、あとは多分こう一瞬しか飲めないんですよ、公演の合間。はけて急いでもう着替えないといけないから、多分シュッて取れるようにじゃないですかね。こう蓋とか開けてる時間がないからかも。開いてます今でも。でも最近は開いてないです。ストローないです。最近あの手動です。ちゃんとこうやってしてます。みんな事前に公演前に準備、自分で自分の水を確保して、あの2人名前とか書くんですけど、パセリがパッて書くんですね、いつも。パッて書くとさ、沖さんポッて書くからさ、毎回来る時に間違えそうになったから、ちょっと、今私はパちゃんって書いてます、自分の水に。パちゃんか、パセリにしてます。まあ、似てるからね、パとポは。パちゃん。パパパパパパ。え、確かにパンに1本足したらポじゃんね。危な、誰かがさ、書き足したらちょっともう大変なことになっちゃうよ。多分結構前の沖さんのメールかなんかに書いてた気がする、水がどうとかみたいな。パとポとみたいな、似てるみたいな書いてた気がする。ホモタンさんとパセリとオキさんの水の名前が似てるみたいな書いてなかったですか？誰かオキさんメール博士の方、結構前のメール、もうどれくらい、去年ぐらいのメールにあったよね、そういうの。あったよね。じゃん。なかったですかね。そう、美穂がねパの、立ち位置表を持って帰ってました昨日。でも今日もらった、今日もらったからもう今無事にまとめられました。ちゃんと書けました。黒さんラブレターありがとう。なんか今日はさ、すっごいね暑かったんですよ。いっぱい歩いたから、ちょっと袖まくりしよう。ほいほいほい。ほいほいほい。そうだね、パピプペプ多いよね。そうだよ、ピーも多い。ピー多すぎなんだよね、普通に。
3人になるんですよね。サラピアンピノアピ、3人目のピーが入ってきちゃって、ピーが渋滞しております。パピピピポ、ノアプにしたらどうノアプかノアペはどうですか。ノアパでもいいよ。どうどうですか。嫌かな、ノアピちゃん嫌だかな。ノアペ、ペセリ、ピーね。プーとペいないからみんなどうですか。プーかペになるの、誰かどうぞ。どうパー、でも可愛いもんね。パ行こうパって感じがして、ちょっと目が乾燥するのでちょっと目薬タイム入ります。後ろの紙は自作ですか。そうです、これを大きく印刷しております。大きく印刷してます。お、検索結果2020年11月の、え、2020年のメールだったんですかあれ待って、2年前じゃん。1年半前、やばい。去年とかやったら全然もっと前でしたね。1年半前のメールのことを覚えてるパセリ、気持ち悪すぎるな、やばいな。ありがとう検索してくれて博士そんな前か。わあ、私結構読んでるんだな今度からなんかどんな本読まれてますかって聞かれたらさ、インタビューとかで沖さんのメールを購読しておりますって言おうかな読んでますな、覚えてますな結構私。ありがとうございます。え、あるよね、なんかさ、生きてる中でこうどうでもいいこと覚えてる時ない。ちっちゃい頃のこの出来事をすっごい覚えてるって時ない。大事なことは忘れていくのにさ、どうでもいいことだけこういつまでも覚えてることあるじゃん。 あの時この人がこう言ったなとか、あ、パセリがこの時こんなこと言ってたなとかあるじゃないですかね。何なんでしょうねあれって、なんで覚えてるんだろう。テストのことだ忘れちゃうのに、テスト勉強のことどんどん忘れていくのにさ、本当にどうでもいいことは覚えてたりするじゃないですか。何なんだろうね。もしかして今後の人生に役立つんかな。真剣ゼミでやったところだなるんかな。なんで、小さい頃飲んだファンタグレープが美味しかったのを覚えてる。え、すごい、それは味覚を覚えてるのなかなかすごいですね。こんばんは、みんなはどんなこと覚えてますか。私は何覚えてるかな。こうやって聞かれたら難しいですね。クロさん、いいね、ありがとう。私人生で真剣ゼミやったとこだってなったことあんまないかも。なぜかというと真剣ゼミをいつもねやってなかったから、付録目当てだったからです付録が欲しかったからです。どんどん溜まってましたね。やばい、真剣ゼミやらなきゃと思いつつどんどん家に溜まってって、毎回お母さんに解約されて、ちゃんとやるからもう一回やりたいって言って入れてもらって、またやらなくてやめてって繰り返してたから、ずっと。でもさ、楽しいじゃん、真剣ゼミの漫画とか読むの楽しいじゃないですかヤフロク大事よ、好きですね真剣ゼミのフロク。あとコラショのククの歌の CD はずっと車で聞いてました。お母さんと車でドライブとかする時はいつもコラショの歌が流れてたんですよ。21が2二人が四みたいなやつ、三一が三、三二が六みたいなやつ、わかる？そ
そういうなんかリズムで覚えるやつと、あとはポチャッコの英語ソングみたいな CD とかもいつも流れてた。全然ポチャッコが歌ってるわけじゃないのに、パッケージがポチャッコっていうだけのやつをよく聞いてた気がする。ポチャッコだった気がする、確か。チュー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 チ
懐かしい。そういうことは覚えてますよ、私も。ククね、難しいよね。なんかさ、サブ6って聞かれたらさ、18って分かるけど、63って言われたら分かんないじゃん、急に言われたら。そういうのない？反対にしたら同じなのに、ミクって言ったら18やけど、クニって言われたら、クニ、クニ、クニ、18ってなるじゃん。即答できない。肉食べたい。7段とか7一が7、7二十四、7三二十一とか難しくなかったですか？そもそも言いづらいじゃん。8一が8、8二十六って言いづらいじゃん。小2の時にさ、放課後に毎回九九のテストがあったんよ。で、まずは1の段からのテストがあって、今日は3の段とかがあったんですよ。めっちゃ苦戦した思い出がある。ゴリルさん、レインボースターありがとう。ありがとうございます。むずいよね。パシャ疑問に思ったこと、すぐ検索しますね。この言葉どういう意味だろうとか思ったら検索するけど、配信中は端末がないからみんなに聞いてます。みんなに聞くのはそういう理由ですね。あとみんなの方が物知りだから何でも教えてくれる。でも普段の生活やったら、例えばなんかモヤモヤすることがあったら、歌詞とかでこれどういう意味だろうとか思ったら調べるけど、すぐ忘れます。だからまたその数日後に同じことどういう意味だろうと思ってまた調べます。でまたその数日後にどういう意味だろうと思ってまた調べます。一生調べてます。ずーっと調べます。頑張って覚えたいと思います。地名とかも何て読むんだろうって調べるんですよ。でもまたその数日後に何て読むんだろうと思ってまた調べて、何て読むんだろうと思ってまた調べます。で、聞く配信でみんなに「あ、何て読むか分かる？」って言われて、あ、この前まで分かってたんですけど分かんないなと思って、分かんないって言ってます。ちょっと困るな、脳みそがちょっとね。すぐ忘れちゃう。なんかテレビが起動してるわ。あ、そうだ、皆さん、STU がなんとなんとテレビに出ますね。今日の朝から発表があったね。珍しく朝からツイッターでお知らせがありますみたいなツイートがあって、なんとなんとね、出ます。STU48。 もう私は出ないんですけども。 5周年コンサートの前日にカウントダウン TV ですね。あとバズリズムもあるしね。パセ出ないよ。選抜だけですね。カウントダウン TV をご覧の皆さん、こんばんは。STU48 です。私も行ってみたいよ。出ません。こんばんは。どうなんでしょうね。どっからなんだろう。え、夢だよ。カウントダウン TV をご覧の皆さん。 言えなかった。こんばんは。STU48 です。昔から見てました、私。だってね、長崎って全然テレビがさ、こう見れるのがなかったから、48グループの番組。だからカウントダウン TV とかで、週間ランキングみたいなのあるじゃん。
CD の。そういうので一瞬推しメンとかが映ったりするじゃん、ミュージックビデオで。そういうの見てうわーって言ってました。わーわーって言ってたよ。ね、テレビ出たい。私も出会うかな。 PR 舞台に入ったら出るかな。あ、待って待って、今日さ25時29分から長崎の方はマイキューさんと千穂さんが見れます。いいなぁ、千穂キュー見れますよ、長崎の方。千穂キュー見れるよ。こんばんは、クロさんありがとう、スタンプありがとう。リコ TV トン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 パキトンキートン、リコ TV へようこそ。あれ、いつの間にか終わっちゃいましたね。チホキュー、ヌキューになったんですか。ヌキューになったの、はい、2人。徳島のひーくん、かわいい、ありがとう。トン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 パキトンキートン、うん、そう、明日の昼なんです、長崎らしいです。お母さんから LINE 来た、さっき。あの伊藤麻子さんと大久保さんが、あ、長崎に来てたらしいよみたいな、明日昼なんですだよみたいな LINE 来てましたね。あと5周年の CM は結構なんかあっちでも流れてるみたいな LINE 来てたけど、本当かしら。いいなぁ長崎。長崎バイオパーク、長崎バイオパークはカピバラがいますね。お、明日リネタンのグラビア発売日、お、ついに明日か。お、リネタンの、リネタンを見ましょう皆さん。リネタン、私はねオフショットを見せてもらったんですよ、リネに。もうすごかったですね。わお、コンプラとか言ってる場合じゃなかったね。わお、いいものをお持ちで。コメント急に早くなるのやめてくださいね落ち着いてくださいね。はい、落ち着いて、はい、よしよし、あー、よし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 、はいはいはい、落ち着いて、はい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 、はい、分かった分かった、はい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 、よし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 、はいはいはい、はいはいはい、よしよし、待て、お座り、伏せ、はい、行こう行こう、はい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 、よしよし。偉いよみんな。新地さん、風さん、ありがとう。あ、飛んでっちゃう、飛んでっちゃったもん。落ち着くどころかもう飛んでってしまいましたね。よしよしよし。うんうんうん。いい子だ。皆さんが落ち着くまで3分かかりました。やばいじゃん、校長先生になってる私。ありがちだよね、皆さんが静かになるまでに校長先生は何分待ちましたみたいな、数えてるの偉いよね本当に。犬、猫、子豚、たぬき、きつね、猫、ねむねむにゃんこ、子豚、たぬき、きつね、ねむねむにゃんこ詰め込まれてる。ねむねむにゃんこ、ワンワン、なんかさ、鳴き声バージョンもあるよね。ブーブーポンパコポンみたいな。タヌキ、コンコン、ニャーオ、あるよね。あんまり広まってないかもしれんけど。
マリアンコ。え、私もあった、あの面接前に、私高校が学校の校内推薦みたいなやつで行ったんですよ、面談に。だから面談と作文だけだったんですね高校。あの部活が私の先輩と後輩の代が強かったから、それで校内のなんか部活推薦じゃないけど校内推薦みたいなやつで行ったんですけど、なんか面談練習がめちゃめちゃあった。今日の面談練習は何年何組の誰々先生ですみたいなのがあって、だから放課後にさ他のクラスに行かなきゃいけなかったんですけど、私は本当にそれがもう苦手すぎて、だって人と喋れないじゃないですかその頃の私って。今から考えられないくらい喋れなかったから、もう地獄だと思ってました。あー今日放課後になったら誰々先生のところに行って話しかけなきゃいけない、どうしよう緊張すると思ってました、ずっと。しかもさ放課後のさクラスってそのイケイケの集団がこうたむろしてるやん、女の子たちがこうはぁみたいな、こう机とかにこうやってわーとかやっているじゃないですか。そこにこう行くわけよ、めっちゃ怖かった、ビビってましたね。そうなんかさイケイケの集団がちょっとこそこそ喋ってるだけで、あやばい自分言われてるかもみたいな思うじゃないですか。別にイケイケの集団じゃなくてもさ、人がなんか言ってたらあやばい私かもみたいな、被害妄想タイプの人間で私だから、 STU に入ってから本当にないなと思った、今本当にないそういうの。でも昔はもう学生時代とかは誰かがちょっとコソコソとか職場とかでもコソコソってやばい私なんかやってるかもしれないどうしようどうしようみたいなずっと思って、逆になんかこうやばいってこう意識しすぎてどんどん心が暗くなっていってましたね。ほんとネガティブでしたね。今も結構ネガティブだけど今の100倍はネガティブでした。そうだよ、もう今のパセリからは考えられない。だって私さもう寂しがりになったの不思議だもん、自分でもなんでこんな私は寂しがり屋さんなんだろうと思う。メンバーメンバーメンバーって感じじゃないですかね。メンバーメンバーのみんなもう寝ちゃったのかな、まだ起きてる。1時間喋ってますね私今日も。わお早っ。うん子供帰りしてるかも広島来てから多分お母さんとかとかいないからとかとかお母さんとかがいないからさ、普段一人だから家だとね、それかも子供帰りしてるか。ファイ不思議な感じですね。遅いね成長が。え、なんか変な感じですよ本当に、いつも言ってるけど年下の先輩とめちゃめちゃ仲良くしてもらってるからさ、ソラハさん今日もさソラハさんとあのお出かけしたんですけど、レッスンの後に不思議だなと思って、こんなに優しくしてくれて不思議だなと思って歩いてましたね。あと私さショールームとかでもくしゃみ出そうでも我慢するんですよ。でメンバーとかといても普段我慢するんやけど、今日ソラハさんと歩いてる時にくしゃみが出たんですね。うわ私心開いてるわと思った。それで家族という時もあんまくしゃみしない、くしゃみが出そうでもみたいな、こうサイレントくしゃみになっちゃうけど、今日ねくしゃみが出たんですよ心許してるんだなと思った。くしゃみ卵くしゃん。沖さんのくしゃみかわいいよね。くしゃんみたいな小動物みたいなくしゃみ。私のくしゃみはもっとウヤーみたいな
感じです。くしゃみ、こんばんは。くしゃみ、メンバーでくしゃみする人みんな可愛いかも。結構みんなくちゅんみたいな、くちゅんくちゅんみたいな感じのくしゃみしてるイメージがある。レッスンの時とかもなんかくちゅんみたいな聞こえてくるから、そういうタイプかもですね。アイドルみたいなくしゃみしてますみんな。くしゅんみたいな人いない気がするけどな。いるんかな、誰かいますか、ショールームとかでいる？フェクションみたいな。私でも人前で本当くしゃみしないからですね。わかんないけど。でも今日のくしゃみは全然可愛くなかったなと思った。私ってこんなくしゃみだったんだと思いました。自分でも自分のくしゃみ聞くのが本当に久しぶり、もう数年ぶりぐらいじゃないかってぐらい久々に自分のくしゃみ聞いたんですけど、全然可愛くなかったです。千穂さんどんなくしゃみする？かわいい、かわいい感じ？千穂さんってコメントがある。フェクションっていうの？シミサラ？ご飯ご飯ご飯、風を引いたみたい。沖さんと愛子とアンナちゃん同じ部屋なの？嘘、いいね。私はポチャッコと同部屋だよ。ポチャッコ、トーテムポールポチャッコと同部屋だよ。どう？いいでしょ。いいでしょ。あー、みんな、あ、パセリ強がっちゃってって思ってるかもしれない。あー、あらららららら、あ、パセリ強がってるって思ってますか？その通りだよ。その通りだよ。強がっちゃってる。知らぬが仏ってこういうことか。てしまった。今日は眠れないな。やばいやばい、重女じゃん。励まされてる。大丈夫ですよ、大丈夫だよ。大丈夫だよ、元気だよ。私は元気です。しょうはしゃん、でもしょうはしゃん明日朝がお仕事が朝が早いから今日呼べないんですよ。残念残念残念。こんばんは。そうだよ、投票あと7日ですよ。ちなみにあと10分ぐらいだと6日になりますね。あと10分で今日が終わっちゃうわ。あっという間、嘘ついた、15分ぐらいですね。お疲れ様です。早いね、今日も一日充実してましたな。今日も私はレッスンからのそらはさん、私のなんかさ予定、最近の予定でレッスンかソラハさんかどっちかなんだけど。レッスンかソラハさんかミホですよね。キムチ食べたいんですよ。そうなんやって感じ。別に知りたくもない情報を聞いてくれてありがとうございます。キムチ、あの大根のキムチとこの前ミホちゃん家で食べたイカのキムチが美味しかったんですよね。どっか行きたいけどな。レッスンの合間とかに行けないかな。
難しいかな。前髪が今日もパリパリですな。そう、確定美味しいよね。であんま食べないようにしてますね。ちゃんじゃも好きだけど塩分怖いから普段我慢してます。なんかこの前ココアさんにパセリはソラハさんとかミチュさんと喋ってるイメージって言われたんですよ。だからうおーって思って嬉しくなりました。それをこの前ミチュさんに言った。でもなんかソラハさんとのイメージはさ、ツイートするからさなんかわかるけどさ、ミチュさんと喋ってるイメージってあんまないじゃないですか。喋ってるけどそんなさツイートするわけでもないし、今日ミチュさんと喋りましたとかツイートも載せてないし、喋ってもメールには書くわけじゃないから意外だなと思って。でもいつも喋ってくれます。優しいです。ね、ソラハさん意外、先輩と出かけることがほぼないです。ソラハさん以外とはないですね。ないな。だって予定が合わないしあんまり連絡を取らないかもしれない先輩と。みんな忙しいかなと思って。今日もさ、ソラハさん忙しいかなと思ってやっぱり今日やめときますかみたいな話をしたんですよ。けど結局行きました。行きたくて行きたいなと思ったから、レッスン終わった後にソラハさんやっぱり今日行けませんかみたいな言ったら、行けるよって言われて、行けるんですかって言って結局行きました。今日の朝とかは、あ、鶴葉さんも舞台もあるし台本覚えたりもあるし忙しいかもしれんけんもう行けんかなと思って遠慮したら行けました。よかった、よかったです。やっぱ優しいからさ、一緒にいてくれますね私と。楽しかった今日も、ソラハさんのおかげで、あとショールームのおかげ。今日もなんかすごいどうでもいい話ばっかりしちゃったんですけど、そろそろ PR タイムに入ろうかな。もう時間が終わっちゃうから、勝手にね24時になったら終わっちゃうので、ちょっと PR タイムに入ります。下落ち PR 舞台残り投票期間が7日って書いてるけども日付変わるからあと6日です。あと6日、詳しい内容とか意気込みとかはツイッターの方にも載せてるんですけども、私は PR 舞台に入って全国ツアーもしたいですし、あとは劇場出張公演もオーディションの頃からの夢だったので絶対にこのチャンスをつかみたいと思っています。明日だ。明日からじゃん。明日からね、再販分の CR コードが届くんですよ、みんなの元に。だからこれでほぼほぼ結果が決まるわけよ、再販分で。多分ね、速報を受けて他のメンバーのファンの方とかがやばい誰々ちゃんに入れなきゃと思って買った分は全部速報のじゃないや、再販分だからさ、中間発表以降で結構大きく変わると思うんですね。結構ね、ここが不安で、不安ダースの犬って感じなんですけど、しそうなんですよ。速報悔しいってなって買った分はまだ入ってないんですよ、実は中間発表の時は。だからちょっとあら、みんな、あー、みんなもうスルーしてください、恥ずかしい。ちょっと怖くて毎日そわそわしてまして、
だからソラハさんとめちゃめちゃ出かけてるんですよ。一人でいるともう不安だから、メンバーといることでちょっとこう気を紛らわせようとしてて、ショールームを長くするのもそんな理由で、ショールームを見てる方にこう少しでもさ、初めて来た人とかにも出てますよって知ってもらうっていうのもあるけど、家で一人でいるといろいろ考えちゃうから、結構最近ペラ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 喋っちゃってまして、そう、再販分はこれからなんだよね。毎日そう不安ダース。なので、でもね、お話し会でみんなで頑張ろうって言ってくれたので、みんなが、だから1週間ね、そわそわしながらこう楽しみな気持ちと不安な気持ちとこう混ぜ混ぜしながら待ちたいと思います。ふわーふわー、ちなみにもう劇場版は購入できないので、投票券がついてる劇場版も買えないからさ、この再販の投票のやつでと初回版で決まるけど、初回版はほぼ売り切れてたりとかがあるから、ちょっと待って、足がしびれてきた。あるのでね。緊張します。そうよね、メンバーもだし、ファンの皆さん、どのメンバーのファンの方もみんなそわそわしてると思うから、世界中で自分一人だけがそわそわしてるわけじゃないと思うので、このそわそわ期間も楽しんでいきたいところではありますが、が って感じですね。ふう、ドキ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 。そうだよ、だってどうしてこんなそわそわしてるかって言うと、この PR 舞台にかける気持ちが大きいからですよ。みんなのことを信じてないとかそういうことじゃないんですよ。そういうわけじゃなくて、他の選抜のランクインしてる方とか、ランクインまだしてないけどこれから入りそうなメンバーとかをこうね、の普段のさ人気ぶりとかを見てるわけですから、私は。そうです。あと1週間そわそわと付き合いながら行こうと。そうそう、まだ投票してなくて、これから入れるっていうメンバーのね、ファンの方もいるかもだし、うん、頑張りましょう。そうですね、じゃあ明日も5周年に向けて頑張りたいと思います。PR 舞台もだけど、5周年のね、コンサート自体も楽しみなので、ドキドキですが、おみかんさん、ファイトありがとう。今までの僕じゃない、生まれ変わる。誰も見たことがない新しい世界へ。ふくちゃん、ファイト2個ありがとう。体調管理気をつけます。ありがとう。壇上まだ読まない。変わるかもしれないからまだ読まないです。パセンター？そうですね。
でも明日からアイスを禁じようと思っていて、なのでもうアイス、最近はちょっとアイスを食べて心をこう、よし今日もレッスン終わった、よしアイス食べてリフレッシュしようってしてたけど、明日からちょっと5周年まではまたアイスをね、せっかくカメラで可愛く撮られたいので、なのでアイスをちょっと控えようかなと思っているので、なので皆さんが代わりに食べてください、よろしく。リンゴさんアイスありがとう。アポアイスが食べたくなったらプロテインバー食べる、いつもそうしてます。夏場は冷凍パインとか食べてるけど、冬とかはプロテインバー代わりに食べて、みんなが。もうあと3分ぐらいでアイスをもう食べれなくなっちゃう。あーあー、オートミールレシピ教えて。オートミールね、最近食べてないんですよ。最近芋ばっか食べてます。芋、納豆。でもオートミール、チャーハン美味しいですよ。もうね、家にある食材をバーって炒めて、オートミール入れて、水入れて炒めて、塩コショウと鶏ガラスープの素でバーってした、完成。美味しい。オムライスも美味しい。エドモンドさん、ファイトありがとう。じゃあそろそろ壇上読もうと思います。料理配信はもうちょっと、この前ので、もうちょっと満足しました。そうですね、うん、もっとこうした方がいいよって言われちゃうので、ちょっとひっそり自分のお家で一人でひっそりとしたいと思います。料理の方はね、また気が向いたらします。うんうん、なっちゃうから私は。気が向いたらするね。多分すぐ気が向くと思います。楽しかったから。じゃあ皆さん壇上読みます。いきます。13位クワドリさん、12位エドモンドさん、11位ジロ君、10位サガさん、9位ラクさん、8位トニさん、7位コウジさん、6位ミギタピポさん、5位渡辺さん、4位ジノラニカエグレさん、3位昼休みさん、2位クロさん、1位ゆうたくん、ありがとうございます。パチパチ、皆さんありがとう、見てくれて。 PR 舞台の投票ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では月曜日お疲れ様でした。明日も頑張っていきましょう。いっぱい話聞いてくれてありがとう。なんか今日もすごい立ち話ぐらいの感じの話の内容だったと思うんですけど、また明日も配信しますので、よかったらフォローもよろしくお願いします。ツイッターもぜひ見てください。おやすみなさい。またね、ありがとう、バイバーイ。